はい、というわけで始まりました、KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンでございます。はい、やってまいりました、私 MC 持つこと相沢がですねお送りします。モータースポーツを推進するこの番組ですね、今日も第3、今日は第3土曜日ということで、撮ってね放送していきたいと思います。今日はですね、今日もまた3つ企画をやっていきたいと思います。ですね、まあ大体20分から30分番組になると思います。毎回ね、まあ、ゆっくりと見ていただければと思います。はい、ではですね、今日のまず一つ目の企画、今日は、先日ですね、この前の動画で、KA モータースポーツプロジェクトの、カートイベント、こちらの動画を、作ったんですけれども、そちらで使わせていただいたサーキットスタジアム武蔵、こちらのですね、紹介動画を作りましたので、コース紹介動画ですね、まずはそちらをご覧いただきたいと思います。ではご覧ください、どうぞ。はい、始まりました。今回紹介するサーキットはですね、埼玉県入間市にありますサーキットスタジアム武蔵です。ここはですね、インドアコースでは日本最大の道幅6メーター、コースの全長は350メーター、最大直線が50メートル。そしてですね、なんといってもですね、立体交差しているこのコース、コーナーがね、8個のテクニカルなコースでございます。この間ね、KA モータースポーツプロジェクトの、イベントでも使用しました。今日はこのサーキットスタジアム武蔵を、紹介していきたいと思います。はい、それではコースの説明に参ります。まずピットレーンからですね、エンジンを始動して出ていくと、はい、では1周のコース説明ですね。はい、ピットレーンを出てまずは1コーナー、ここがですね結構タイムの短縮のポイントになってきます。さあ、ここが、下のストレートで、ここ高速コーナーからの一番きついヘアピンです。そしてここで2階に駆け上がり、最大の直線に向かいます。そしてここダイバー R のきついコーナー、ここはギリギリで滑りながら来て、右左と曲がって一周と、はい、一周はこんな感じでございます。ではですね、次はアタックラップに行ってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ですね、サーキットスタジアム武蔵はね、オーバーテイクがね結構難しくてですね、まあレースイベントとかやるのであれば結構予選が勝負かなっていうとこはあります。でもね、インドアサーキットの中ではかなり広くて楽しいコースだと思います。1周がね、だいたい25秒くらいだからかなり短いですけど、まあ面白いコースだと思うのでね、埼玉県の入間市にありますので、よかったらぜひ検索してみてください。はい、では次のコーナーですね。今日からですね、新しいコーナーを立ち上げまして、愛車自慢コーナーというね、コーナーをやっていこうかなと思ってます。まあ、その愛車自慢コーナーでは、見てくれてる方のね、愛車をね、取って、ここで紹介していくみたいなね、感じでやっていきたいと思います。まあ、見ていただければね、見ていただくのが一番早いと思いますので、ではですね、早速今日の第1弾愛車自慢コーナー行きたいと思います。ではご覧ください、どうぞ。はい、というわけで始まりました。私相沢がお送りします KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンですね。今日から新しい企画をやっていきたいと思います。今日から行います新しいコーナーは愛車自慢コーナーでございます。はい、始まりました。ですね、このコーナーでは、見てくれてる方のですね、愛車を、紹介させていただいて、まあアピールポイントとかね、この車どうとか、まあ、ここがいいここが悪いなんていうのをね、
見てる人に伝えられればなって思って、始めさせていただきました。第1回はですね、私の愛車、FC をですね紹介したいと思います。まあもう25年くらい前の車なんで、まあいい状態の車の方がまあ見つけるのは難しいですけど、まあロータリーエンジンってやっぱ結構憧れてる人多いと思うんですよね。ロータリーターボ、まあどこまでも回りそうなこの加速感はやっぱすごいいいですよね。まあ乗ってた後まあ楽しいですね。純粋に僕前乗ってた車がロードスターなんで、パワー的には70馬力くらい上がってる感じなんで、まあターボ車楽しいです。ただやっぱり足回りとかは古さは感じるような動きはしますね。まあ今日はねそんな FC を紹介したいと思います。はい、 FC のエンジンルームです。おにぎりが2個ついてます。一応まあタワーバーとエアクリだけ変わってる感じですかね。はい、皆さん、FC のですね、動画を今撮ってますけれども、まあ純粋にね乗ってて楽しい車ではあると思います。コーナリング性能もねそんなに悪くはないですけど、乗ってて楽しい車かなっていう感じはありますね。でやっぱターボだからパワー感もすごいあるし、まあ峠とか走るのにはもってこいな車かなとは思いますね。ただね基本的にもうだいぶ古い車だから動きは古臭いですよね。角度の動画を作ってますけど、なかなかいいですね。ただね、カメラの固定がね、結構難しいんですよね。この車もやることいっぱいですね。足回りもやんなきゃだし、タイヤもクソタイヤ履いてるんで全然グリップしないです。まあ、あとロータリーエンジンでいいとこといったら、まあ音じゃないですかね。ロータリーサウンド、これはかなりいいと思います。若干リアの方が車高が高いから動きがね結構オーバーステアなんですよね。
以上 FC の謝罪動画でした。はい、以上で今日の愛車コーナーを終わりたいと思います。FC ね、考えてる方は状態をいいのを見つけて買うことをおすすめします。はい、というわけで、今日の愛車自慢コーナーは私の FC サイズでございました。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 はい、ありがとうございました。第1弾は僕の FC を紹介させていただきました。このコーナーはね、このコーナーでは僕の車を今日は紹介しましたけど、次回からは、いろんな方の動画を撮ってその車の魅力とかね、買いたいなとか、この車欲しいなとか思ってる方へ向けての、参考のねビデオになればいいなと思って、やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、では今日の最後の企画です。今回からやるコーナーは、私相沢がお送りいたします。峠特集でございます。はい、やってきました峠特集。今日は、今回は、茨城県の筑波山に行ってきました。愛車自慢のね撮ったとこも筑波山なんですけど、その筑波山の、車載映像をただ流すっていうね、まあまあどんな景色なのかなとか、どんな道なのかなとか、まあ峠ってこう結構面白いんだよって、こう道がねくねくねしててねっていうので、まあ雰囲気でも味わっていただければなと思いますので、まずはですね筑波山の今回は下りです。下りの動画をお届けいたしますのでご覧ください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。筑波山はですね、割とね走りやすい峠だと思います。道幅もそれなりに広いし、路面の舗装状態もすごく綺麗なんですよね。まあ、ただこう路面がこううねうねとしてるとこがまああるんで、そこはね、まあスピードをこう下げて、でまあそれなりにこう流しながら楽しめる峠かなって思います。あんまりきついコーナーもなかったですし、まあそれなりのね気持ちよく、それなりに気持ちよく走れる峠だと思いますので、皆さんぜひ筑波山行ってみてください。次ね、2月はですね、登りの映像も上げたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、今日の企画は以上でございました。ですね、引き続きこの KA モータースポーツプロジェクトではですね、LINE の登録を、お待ちしております。 LINE ID はですね、こちらに記載しているenm0150m、 こちらのアドレスとかいうか、あの ID を入れていただければ、あの KA モータースポーツプロジェクトの LINE アカウントが出てきますので、ぜひぜひ登録をお願いいたします。はい、そして、近辺でのイベントはですね、3月21日こちらに、日光サーキットさんで走行会を行います。詳しくはですね、あの LINE に登録していただいて、聞いていただければと思います。まあ内容はこんな感じ。日光サーキットの走行会、ドリフトが10,000円、グリップが12,000円、10分の6ヒートでございます。3月21日火曜日なんでね、そちらちょっと、まあなんか会社やす、休み取っていただいてとかね、どうしてもね土日だと高いので、まだね平日でしかできない規模ですけれども、これからどんどん拡大していって、土日もね走行会できるようになればいいななんて思ってますので、ね、ぜひこちら参加検討してみてください。もしね参加したいよって人いましたら、先ほどのね LINE に登録していただいて、下にも下の説明欄にも書いておきますので、 Twitter、ブログ、LINE ねやってますので、よかったらぜひ登録してください。よろしくお願いします。はい、というわけで、1月第3土曜日の KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンは、以上の内容でお送りいたしました。ではまた次はですね、2月の第1土曜日に動画をアップロードいたしますので、皆さんそれまでねモータースポーツを楽しんでください。いろいろ今オフシーズンですけど、車にはいい時期なので、まあ乗り回してやってください。はい、というわけで、今回の KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンはこれにて失礼いたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!